Ladies and gentlemen, we are boarding to Bangkok Station. 何その気持ち？はぁ？東京のお土産よ。あと何かあった時のためにアサルトライフルと金属バットと日本刀と剣物は持ち込み禁止ですので、こちらで処分しますね。渡しなさい。いやよ。渡せ。いやよ。渡せ。何よあんたも。何よあいつ。それお腹げじゃ。お腹すいたから食べんの。現在高度1万キロメートルの高さに到達しました。異常は特にありません。キャー、異常しかないぜ。キャー、まさかハイジャックか。おとなしくしておけよ。今からこの飛行機を墜落させる。そうだ、パイロットの人がいないんだ。誰か操縦できる方はいませんか。あんたが。分かってる。くそ。これで一件落着ね。あんたも悪いことすんじゃないわよ。ごめんなさい。あと爆弾がもうすぐ爆発するんですけど大丈夫そうですか。はぁ、爆弾？あれは解除不可能ですので。誰かパラシュートを持っている方はいませんか。やばい、時間が足りなくて作れない。もうダメだ。ヤネちゃん、諦めたらそこで試合終了よ。お母さん、でもどうすれば。なんとかしましょう。絶対生きてまた再会するのよ。あなたも続きなさい。おお、くそ。まずはベリーフライの格好で時速を300キロから200キロに軽減する。そして膝を抱えた格好になることで生存率が 5% アップする。海はダメだ。30キロ以上で入水するとコンクリートと同じ硬さになってしまう。狙い目は森。火のしなぎで生存確率を上げるんだ。いてててててて、ヤネちゃん、お母さん無事でよかった。どうやって生き残ったの。いや、普通にオラーって着陸しただけよ。お母さんよかった。ようやく見つけたぞ。イエイ、ヤネちゃん助けが来たわよ。うん、遅神キイコ、遅神ヤネスケを逮捕する。え、お前らが犯人だろ。あんな物騒なものを機内に持ち込もうとしやがって。待て、なんでいいぞ。こうなったら必殺技。ヤネ、鬼は外。たた、私何してたのかしら。鬼になって大暴れしてたんだよ。あらやだ。それより今日は節分だから美味しい恵方巻きでも食べましょう。ヤネちゃん買ってきたわよ。ありがとう。お腹が減ったわ。あ、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 あ
ごちそうさま。何やってんだよ。はぁ、お腹いっぱい。いた。鬼は外、母も外。あんた、節分だからって何でも許されると思うなよ。やっぱり鬼のままが良かった。今年はいい人間を乗っ取れたのに、また来年頑張るか。聞いた？あ、磨いてよ。やだ。僕怒った。歯磨きなさい。あ、もう嫌だ。あんたこんなにしてあげたのに、なんなのよその態度。こうなったら、観念しなさい。やばい、これじゃ特売いけないや。あ、意外とヤネちゃんも大変な生活を送ってるのね。そっちこそ。今日は先生を炎で焼いてキータをぶっ飛ばしちゃった。俺もお皿割ったし特売にも行けなかった。お前何やってんだよ。私でも力はヤネちゃんのままね。あー、ワッペ。わそろそろ終わりにしましょう。望むところだ。見つけたぞ、わしのハーゲンダッツウェブを返せ。あれ、元に戻った。やったー、やっと自分の体に戻れた。わしのうまい棒とハーゲンダッツ、え、もしかしてまた入れ替わってー。ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテー。マッミーマッミー、息子で人儲け。お小遣いはなしのブラックなハッテー。